キングプリンスの冠番組、キングプリンスル、日本テレビ系、2時間 SP が5月20日に放送された。この日は初めてのゴールデンスペシャルかつ、番組の最終回。平野翔、神宮寺優太、岸優太の3人は5月22日をもってグループから脱退するとあって、後半では、金プリの夢を叶える、最後の5人旅。 として、1泊2日での新潟県への5人旅をオンエアした。大自然のサウナや水上相撲、レア食材を使ったオリジナルピザ作りなどを経験した旅となり、最後にはキングプリンスだけで花火大会を行うことに。実はロケの2週間前、平野と神宮寺が花火会社を訪れ、上空で300メートル広がる巨大花火と、王冠、ル・ の形を描いた花火をそれぞれ仕込んでいたのだ。さらに、花火大会の前にメンバーカラーの花火玉にそれぞれ直筆で思いを綴った5人。綺麗な5色になりますように、と書いた神宮寺は、これはもうシンプルに綺麗な5色になってほしいっていうのと、色褪せないなと思って、ずっと。それを夜空に見て記憶に残したい、と意図を明かした。また、 平野のメッセージは、5人の関係は花火のよう散りません。どんなにすごい花火でも一瞬で終わるけど、思い出せるよね、って、と説明し、高橋海人は、みんなで最高な人生にすると記していた。そんな中、長瀬廉のメッセージは、忘れな。メンバーから、は、と困惑の声が上がる中、長瀬はいろんな意味を込めすぎて、この光景を忘れたくないから、 忘れない、って書こうと思ったんだけど、ちょっと照れがあるというか、な、で止めるオシャレです、と主張。一方、騎士は長瀬の謎メッセージを上回る、とどろき。神宮寺、平野、高橋からは、そういうの、ボケ、いらないって。と苦笑いされていたが、騎士は、聞いて。とにかく皆さんにとどろいてほしい。驚くどころじゃない、とどろいてほしい。 そして、とどろきたい、驚くを超えてとどろきたい、と必死にアピールした。そして花火大会本番になり、平野と神宮寺が作った大玉の花火は無事花開き、王冠と、る、の花火は角度によってはきちんと形が見えた。最後にはメンバーカラーの花火も打ち上げられ、高橋は、これ見れて、生きててよかった、と感動。岸も、正直、涙が、ちょちょぎれそうになった。 と明かかしつつ命かけて一生忘れない墓場まで持って帰りますと独特のワードチョイスで心情を語ったのだったこの日の放送にネット上のファンからはファンも一生忘れない彼らがずっと仲良しでいられますようにキンプリとティアラの関係もそう簡単に花火のように散りません今まで本当にありがとうなど感動の声が寄せられていた サイゾーウーマンジャニーズ情報専用ツイッターアカウントジェタンシチャンオープン